ったでさ。俺の事件のせいで四課に飛ばされたって言ったよな。まあ昔の話だ。チャンスがあればまた一課に戻れるのか。どうだろうな。どのみち俺は組織の鼻つまみ者だ。戻ったところでな、案外今くらい自由な身の方が俺には合ってるのかもな。いっそのこと探偵をやってみるのもいいんじゃないか。いやせや、俺は腐っても警察官だ。勇敢マダムの浮気調査や猫の行方探しなんてな柄じゃねえ。もっとこう正義のために駆け回っていたいんだよ。そうかい。何か分かったら連絡しろよ。じゃあな。何か分かった。じゃあな。
今日はがっつり食いたいっすね。お久しぶりです。おお、桐生か。はい、先日出所してまいりました。で、世良の葬式であの大暴れかどうした、炭でも入れ直しに来たのか。いえ。この文様は月下美人だな。一年に一晩しか咲かねって花だ。実はこの入れ墨、俺が掘ったって言いてえのか。確かにこれは俺の文様だが、最近は真似するやつも多い。俺は掘った入れ墨は全部覚えてるんだ。こいつは俺じゃねえよ。そうですか。もしもし。おお、お前か。ああ、いるぜ。錦山からだ。え？桐生だ。久しぶりだ、兄弟。どうして俺がここにいると。情報ってのは権力の大きいところに集まるもんだ。今の俺は欲しいと思った情報は大概手に入る。水木の死体はもう見たか。なんだと。お前と差しで話がしたい。明日夜の10時セレナで会おう。桐生、背中の竜に色入れ直してやる。弱っちい竜じゃ今の錦山には勝てねえぜ。もう十何年も前か、お前は竜を、そして錦山は鯉を背中に入れた。入れ墨ってのは背負ってるそいつ自身が光らせるもんでな。今錦山の背中はすげえ色に輝いてるはずだ。これでやっとあいつはお前と対等に張り合える。俺と。黄河を泳ぐ鯉は山脈を経てやがて竜門に入る。竜門を登り切った鯉は竜に生まれ変わるんだ。やつは竜門を登り切ろうとしている。最後に竜になるためにはお前という相手が必要なのかもしれねえな。おお、何なんだあいつは。おお、あ、おお、おお、おら、えが、おら、おお、もう勘弁してください。おっと、危ねえだろ。
分かってんのか。誰の許可取って俺らの視界に入ってきてんだよ。なんだ、いた。いらっしゃいませ。ありがとうございます。錦山がここに？ああ。遥は東城会に狙われてる。連れ出さねえとまずいぞ。西の河原が一番安全だろう。あそこか。まあ確かにそうだろうが。行かないよ、私。どうしたの遥ちゃん。おじさん、さっきお母さんのこと調べに行ってたんでしょ。なのになんで連れて行ってくれないの。私、お母さんに会いたいの。ここに遊びに来たんじゃないの。おい、はるか。このペンダントでしょ。このペンダントがみんな欲しいんでしょ。私なんてどうだっていいんでしょ。おじさんだってきっと100億円欲しいから私と。すまん。お母さんのこと教えてよ。何か知ってるんでしょ。
ねえ、教えてよ。なんとか言いなさいよ。はるか、キリュウはな、お前のお母さんが。うるせえ、言うな。はるか、今は俺を信じてくれ。それしか言えない。私だって信じたい。でも私にはお母さんしかいないの。おじさんが勝手にするって言うなら私もそうする。さよなら。はるかちゃん。はるか。まずいぞ。キリュウさん。あれ？でもさっき例のお嬢ちゃん見かけたんですけどね。何？本当か？あ、はい。すぐそこのゲームセンターに入っていきましたよ。でもなんか様子が変だったな。どんな感じだった？ええ、なんか妙に寂しそうっていうか、うつむいたまま歩いてたんで声かけられなかったんですよ。そうか。あいつはまだ
店にいるのか。いや、ちょっとそこまでは。でも店の客に聞けばわかると思いますよ。わかった、ありがとう。怪しい男が幼い女の子連れてた。危ないよね。へえ、どこで？七福通りの駐車場のところ。超ヤバそうな感じ。いらっしゃいませ。お前、少女を見なかったか。酒持ってこい。おい、小さな女の子を見なかったか。うるせえ、酒だ、酒持ってこい。酒持ってこい。おい、小さ、うるせえ、酒だ。おい、女の子を見なかったか。どうなんだ。すいません。どこに行った。どこかの公園とか。イライラしてんだよ。後悔するな。してくれ。
っと。うれ。うっ。うれ。うわ。もう。もう勘弁してください。ちょっとてめえ。顔がムカつくんだよ。なんなんだ。仕込みで遥の足取りを追うんだ。
込みで。ハルカはどこだ。キリュウさんに、伊達刑事ですね。こちらもお迎えする準備が整ったところです。ご案内いたします。ここはスターダストじゃないか。どういうことだ。お入りになれば分かりますよ。お待ちしてました、桐生さん。はるかは無事なんだろうな。ハルカ！クソ！
カズキたちはどうした？別室です。縛るくらいはしていますが無事ですよ。何者だお前ら。それはやめておきましょう。お互いのためです。それよりお嬢さんが持っていたはずのペンダントは？お渡し願います。渡せばハルカを返すんだな。もちろんです。ストップ。そこで止まってください。ペンダントをこちらに投げてください。ハルカ、すまない。伊達さん、無事か？いや、ハルカが。くそ、浅井が腕を撃たれた。Hey!
お前らどこの組織のもんだ。極道じゃねえな。なんでペンダントのことを知ってる。おい答えろ。俺たちは人ハルカ、大丈夫か。出血の割には傷は浅い。大丈夫だ、心配ないだろう。おじさん、助けに来てくれたんだね。ああ、ごめんね、私が勝手なことばかりするから。ハルカ、俺もお前に謝らなきゃいけないことがあるんだ。ちゃんと聞いてくれるか。うん。瑞希、お前のお母さんな、もう死んでいたんだ。すまない、俺は助けることができなかった。ごめん、ごめんな、ハルカ。撃たれた男の胸にこのバッジがついていた。俺はこの線から少し探ってみることにする。ああ、頼む。すまない、こんな騒動に巻き込んじまって。何言ってんすか、そんなことを言わないでください。そうですよ、俺らの方こそ銃向けられたっきり何もできませんでした。すみません。おう、このお嬢ちゃんが噂の子か。ああ。嫌われちまったかな。なあ、この子をしばらくかくまってほしいんだが。分かったよ。でもあんたに頼まれ事するのも妙な気分だな。ああ、俺もだ。ここを好きに使うといい。まあ外見はちょいとあれだが。花屋、恩に着る。ありがとう。まあいいって、ここならヤクザも警察も攻めては来ねえ。安心していいぜ。キリュウ、俺は一度署に戻る。明日は錦山と会うんだ。今日はもう休め。はあ、そうさせてもらうよ。伊達さん。須藤。ここは世良の殺害現場です。四課の伊達さんが何か。そうだな、邪魔したな。十年前のあなたは私にとって目標だった。的確な捜査、周到な計画、そして事件への執着心、どれをとっても刑事として一流だった。それが今、あなたの行動が理解できません。何が言いたい。私はあなたとあなたの協力者を監視しています。これは忠告ですよ、先輩。須藤、お前に真実は捕まえられしない。キリュウ、まだ錦山と会うまでは時間がある。ハルカもいろいろあって辛かっただろうから、少しは気晴らしに行ってこい。だがハルカは傷が。傷は浅い。それにあの子にとっちゃたまの遊びの方がいい薬になるさ。俺はここで待ってるから行ってやってくれ。分かった、よろしく頼むよ。行こう。
キリュウさん、お暇なんですか？まあな。じゃあ面白い場所がありますね。中道通りと太平通りのぶつかる場所に宝くじ売り場があるんですわ。宝くじじゃ気晴らしにならねえな。いやいや、話はこれからです。そこの売り場の女に話しかけてみてください。もっと楽しい場所に案内してくれますぜ。どうしたの？傷は大丈夫なのか？うん、もう全然平気だよ。伊達さんも弾がかす。おじさん、本当に大うん、元気だよ。腕も大丈夫だからね。わかった。無理するなよ。うん。はるかは携帯電話持ってるのか？持ってるわけないじゃない、ひまわりにいたんだから。なんだ、伊達さんが最近はガキでも持ってるなんて言ってたが、さすがにみんながみんなってわけじゃねえんだろうな。クラスの子はみんな持ってるよ。てめえの全てがムカつくぜ。目障り。子供には新鮮かもしれねえな。そういえば街を歩いてる時におもちゃ屋見つけたんだけど、閉まってて入れなかった。いつ開いてるんだろう。待て、それはきっと大人が入る店だ。お前にはまだ早い。なんで？大人はおもちゃなんか買わないよ。いや、買う。いや、俺は買わないが、買う人もいるんだ。何それ、どういうこと？ちょっとそこのお前、なんて答えり。金目のもん全部出せよ。何なんだ。まさに運命の出会いだ。そう来ると思った。
またな、キルちゃん。おじさん本当に、うん、わかった。うん、付き合いとかあるじゃん。おお、
え？
ら、お兄さん何か。ああ、あいつから聞いたのね。ちょっと待ってなね。入場するには10万円分の掛け札を先に買ってもらうけど、いいかしら。はい、じゃあ10万円分の掛け札1000点ね。いってらっしゃい。手の込んだものを作るやつがいたもんだ。おじさん、本当に。うん、分かった。うん、いらっしゃいませ。勝負、グニの班。お客さん、子連れかい？社会勉強さ。迷惑か？別に。ただここには子供料金なんてありませんぜ。入ります。さあ、張った張った。じゃあ一斉のいい子だ。じゃあ、入ります。さあ、はったはった。はん、はんだろ。これは、ちょう。ちょう、はん、こま、そろいました。ちょう、ピンゾロの長。やるね。うっそ。入ります。さあ、パッタパッタ。長じゃね。長。これは、はん。長はん、コマ、揃いました。勝負、一二の半。よし、やるね。やっぱりダメか。入ります。さあ、はったはった。なんだろ。これは、ちょう。ちょう、はん、コマ、揃いました。勝負、四六の長。やっぱダメだ。入ります。さあ、パッタパッタ。ハンだろ。これは、長。長半駒、揃いました。勝負、五ゾロの長。よし、やるね。やった。入ります。さあ、はったはった。はん、そうじゃね。これは、はん。長半駒、揃いました。勝負、一六の半。やるね。やっぱりダメか。ちょっと中座させていただきます。すぐ戻りますんで。
勝だね、おじさん。なんか私才能あるかも。そうだな。私のおかげで勝ったんだからね。何かおごってよ。ああ、いや、お待たせしました。年のせいか小便が近いもんで。さあ、続いてまいりましょう。入ります。勝負。次はね、ハン。入ります。さあ、はったはった。ちょ、ちょ、そうじゃね。これは、ハン。長藩駒揃いました。勝負。二六の長。残念だったな。お座りいただきましょうか、お客さん。まっぐだだだだ。気安く触るな。何しやがる。何やってんだ、こら。邪魔すんじゃねえよ。邪魔したな。待ちやがれ。おじさん。おい、あれ。なんだおりゃ。ずいぶん変わったサイコロだな。イカ様じゃねえか。どうなってんだこれ。ふざけやがって。おい、出てこい。イカ様だ。つまみだぜ。ちょっと待った。
もう勘弁してくれ。さまあやらかした壺振りのけじめ、どこでも相場が決まってるもんだ。いやでもそれは。お客人、大変失礼いたしました。手前ここの仕切りをやらせていただいております。この壺振りは流れ物でして、どう知らぬこととはいえお詫びの言葉もございません。この落とし前はきっちりつけさせていただきますので。そんなこの後始末手前どもにお任せいただけませんでしょうか。もちろんただでとは申しません。俺たちも帰るとこだ。あとはあんたに任せるさ。ご理解いただきありがとうございます。今後ともごひいきに。そろそろ時間だ。はるかをサイの河原に預けに来い。キリュウ、そろそろ時間だ。ああ。10年前と今の錦山は別人だぜ。何仕掛けてくるかわからねえぞ。ああ、ハルカを頼む。わかってる。10年ぶりの親友と飲んでくるよ。少し遅くなるかもしれない。うん、気をつけてね、おじさん。それにしてもキリュウ、お前10年前とあんまり変わってねえよな。
っと寄ってきません？お客さんどうです？遊んでいきませんか？ん？え？いらっしゃいませ。ありがとうございます。なんでここに？これから錦が来るんだぞ。だからよ、あなたたち殺し合いでもするんじゃないかと思って。レーナ、錦、久しぶりだな、兄弟。レーナ、酒を。うん。10年ぶりだ、お前とこうして飲むのも。ああ、面会にも行かなくて悪かった。俺もいろいろ忙しくてな。そうだろうな。俺はどうしても100億を手に入れたい。お前が連れているガキとペンダントを渡せ。その前に答えろ。なぜ水木を殺した？殺す気はなかったんだ。ユミの妹を殺すつもりなんてな。あ、親父。何やってんだお前ら。すみません、この女結局口を割りませんでした。誰が殺せと言った？え、あ、お親父。待ってください。弓の妹なんだぞ。誰が殺せと言った？誰が言ったんだ。
親父。あとはきっちり片付けておきますから。10年間俺はユミの行方を追い続けた。ユミの妹がセレナで働いていると知り、俺はずっと彼女をマークしてたんだよ。いつかそこにユミが現れるんじゃないかってな。ハルカのこともそれで知ったのか。巡り合わせだよな。あの娘はひまわりにいたんだ。俺たちが育ったあの孤児院にな。水木はその後アレスを持ち、そして姿を消した。ひまわりにいた娘も。そして登場界の100億が抜かれる。だがな。それはそうだ、ユミの指輪だよ。こいつが現場で見つかったんだ。ユミはいる、近くに。必ずな。キリュウ、これは登場界の戦争だ。お前一人でどうなるもんでもない。悪いようにはしねえ。ペンダントを渡してくれ。あれはハルカにとって唯一残された母親とのつながりだ。お前らの戦争なんて関係ねえ。変わらねえな。だからユミもお前に惹かれたんだろう。みんなお前の味方をする。昔からな。お前俺のことを憎んでいるのか。わからねえ。だが結局俺はお前を裏切った。風間の親父もな。もう後戻りはできねえ。まさか風間の親さんを撃ったのは。なあ、さすがにあん時手が震えた。やめてよ二人とも。なんでだ。親さんに世話になった恩はねえのか。まだくたばっちゃねえだろう。それに今はシンジも一緒だしな。おやすさん、着きました。お前、シンジを盗聴して。10年前のあの日から俺は誰も信じちゃいない。俺は俺のやり方で登場界のトップに立つ。どうしても水木の娘よこさねえなら、お前でも容赦はしない。好きにしろ。だが遥かを渡さねえ。お前の道具になんかさせやしねえ。今更だが、お前とはもう一度一緒にやりたかった。だがもう今日限り兄弟じゃねえ。なんでこんなことになっちゃったの。なんで。親父、手はず通りで。なあ、やってくれ。はい。Ugh!
お久しぶりです、桐生のおじき。親父の命令です。恨まんでください。やれ！
失礼しますよ、海長さん。ほら、今日の稼ぎだ。ご苦労だった。おいおい、もっと感謝してみせろよ。今日の分だけであんたの欲しがってた金額はクリアできてんだぜ。そうか、恩に生きる。そうそう、初めからそう言えよ。ま、今日はでかい取り立てが久々にできたんだ。組長さん、あんたラッキーだぜ。ま、借金まみれでギャンブル狂いの医者にも感謝した方がいいな。医者？でもあの野郎も急に金ができたから返済するとか抜かしやがって、一体何やらかしたんだろうな。そいつからいくら切り取ったんだ？3000万だ。親の遺産でも入ったのかね。おい、何なんだ。3000万、用意できますか？私たちナースも困ってるんです。さっき急に院長に辞表を渡したとかで、逃げるように出て行ったきり連絡もつかなくて。あの、何かあったんですか？クソみてえなやつにも頭下げて、死ぬ気で金を用意したってのに。今までの時間は一体何だったんだ。もう優子には時間がねえってのに。Oh.